はい、どうも B レジェンド影谷です。前回以前にねミルキーの、まあ、ソフトキャンディーというかね作ってみた動画を上げましたけれども、まああれがちょっと美味しかったものですから、ちょっと僕ね調子に乗ってしまってですね、今度ね波動拳でストリートファイターでやってみようかなというふうに思ってですね、ちょっと今回ストリートファイターの動画をね撮ってみようと思います。では、まあ、早速やってみましょう。まずこれまた分量があれだな、よくわかんないな。とりあえずスプーン2杯入れてみよう。スプーン2杯入れて、水分量が絶妙なんだよね。これ何 cc? あ、そうか、なんか測れるようにしとけばよかったな。まあいっか、適当に入れますよ、相変わらず。どれぐらいなのかな、 10cc ぐらい。前回はスプーン4杯で多分ね 20-30cc ぐらいだと思うんですよ。こんな感じ、こんな感じって、ここに関してはまあ大体想像つくか。こうやってで、これをねぐるぐる混ぜるわけですよ。こうやって、ほら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 、うわ、こっちの方がなんか前回も言ったけど寝る寝る寝るみたい、ほらなんか美味しそう、お菓子みたい。おお、ちょっと待って、でもねこんな感じになってるから、こうじゃなくてもうちょっと水分量だね。ちょびっとでいいんだよ、これちょびっと。よし、うい、混ぜ混ぜしますよ。ほれ混ぜ混ぜ、なんかミルキーみたいにあれだな、ならないな。でもなんかミルキー以上にこんな風になってそれっぽくなっちゃったよ。違うやつだけど、これはこれでありか。あれ、ちょっと待って、なんか前回のミルキーよりもなんかそれらしいぞ、これなんかよくわかんねえけど美味しそうなの。これはこれでどうしようかな、これでよしにしちゃう、それともなんかもっと前回のミルキーみたいになんかなるまでやる、どっちがいいかな。なんかこれでいいような気がする。なんか水分量多すぎるような気がするな。でもこれ以上水分減らすと混ぜられないし、あ、なんかさっきいい感じだったのに、なんか急になんかこんなになっちゃった。あれ、ちょっとあれだな、やっぱり水分量が多すぎることだから、ちょっとパウダーをスプーン半分足します。こうなんか絶妙なレシピがね、何 cc ってこれ明確になんか分けてやんないとダメだよね。このもう僕の雑さが出てるね。ほらほら見て見て、こんな感じ。これね、なんか見せながらやりたいんだけど、硬くて、あ、なるほど、さっきこの硬さがあったからちょうど棒に割り箸にくっついたんだ。この硬さがくっちゅウェッチ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 、こんな感じ。これなんか絵的に映していいのかなっていうぐらいちょっとすごいことになってるけど、でもこれ絶対うまいよね。これここまでして食べる必要があるのかっていう気もなんかしてきたけどね。どうしようかな、これで食べようかな、もうちょっとネリネリしようかな。なんかこの棒にくっついてる感じがいい感じだから、このままいきたいんだけど、なんか前回みたいな、なんかなんちゅうかな、ちょっと待って、よし、ちょっと待って、よし、この状態で食べてみよう、どうかな、いただきます。うん、おいしい完全にこれはあれだよ、こうしてこうやるやつだ。完全に水飴みたいな感じになってるよ、こういうね。もうあれか、今のもう若い子たち知らないよね。俺ぐらいの年でももうこんなのあんまなかったもんね。こうやってねねりねりしてね、水飴あったんだよ昔ね。いやちょっと待って、これ、いやもういいや、これで食おう、美味しいよこれ。うん、ソフトキャンディ、美味しい。ただ口の中に超くっつくうわ、これ美味しいな、これ。これなんか成形さえちゃんと、こう形さえちゃんとできれば
いい感じになると思うよね。これね多分ね、あのストリートファイターの波動拳だから美味しいっていうのもあるだろうね。うん、プロテイン飲むのに飽きるというか、なんか食べたいなっていう人だったらこれでやってれば口の中にだいぶ長いこと残ってるし、時間かかるからいいんじゃないかな。うん、なんだろうなこれ、あれか、商品名言えないなソフトキャンディーですよ、うん、そうか、わかった。この口の中で舐めた時にこの上顎にピアとこうくっつけるような感じでこう上顎に塗るみたいな感じでやるんですけど、これが あるじゃないですか、テレビでも CM やってるソフトキャンディー、四角い白いやつ、歯で噛むと匂ってちょっと歯で噛めるやつ、わかりますよ ね。であれの口の中に入ってて後半の食感、前半はまだ硬いんだけど後半柔らかくなるじゃないですか、あの後半の食感にすごく似てる。そして美味しい。うん、あれだ、例のやつだ。うん、ぜひちょっと皆さん試してみてください。これ美味しいな、また他の味もやってみよう。うん、いいと思います。ただこれね、シェーカーは洗いにくいかもしれないね。うん、いや、ミルキーも前回の後なんか目ずれてシェイクしたらいいんじゃないって思ったんだけど、固まっちゃって全然溶けなくて、でなんかもう割り箸でガリガリやってしたんですけど、全然それでもダメだったから、多分洗うのちょっと大変かもしれない。もっと浅い入れ物でやったらやりやすいかもしれないね。なんだろう、お茶碗とかでやるといいかもしれないね。はい、わあ、すいません、純粋になんか堪能してしまいそうなので一旦閉めてですね、ちょっとこの後もう少し食べたいと思いますはい、ということで B レジェンドストリートファイターを少量のお水で混ぜ混ぜしてみると美味しいソフトキャンディーになりましたという動画でした。ぜひ皆さんもいろんな味で試してみてください。ではまたお会いしましょう。さよなら。グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。